どうもこんなゲットです。今回の30秒解説は東京大学のこの問題 π 大なり 3.0 を示せ。この問題を考えるにあたってまずは π が何者かってことを考えていきたい。 π は円周の直径に対する比ということで、直径が1の円周の長さが 3.05 より長いことを示していけば OK。 でも円周の長さを求めるのは難しいから、円に内接する正八角形を考えてあげる。そうすると正八角形の一辺の長さは余弦定理を用いて答えを出すことができる。こいつを計算してあげて x=√2-√2、正八角形の周の長さはその8倍なので4√2-√2で、円周はそれより長いからこの不等式は成り立つ。よってこの不等式を証明すればいいので、2乗-2乗を考えてあげる。ルート2に 1.415 を代入して不等式評価をしてあげれば、計算して0より大きいことが示されるので π 大なり 3.0 が示されるわけです。以上。